フィリップ・ホーンデア・プファルツは、ドイツのプファルツ・ジン・メルン家の講子。プファルツ選定公、フリードリヒ5世とその妻で、イングランド王、スコットランド王ジェームズ1世の娘である、エリザベス・スチュアートの間の、第1子、師、7男。当時、プファルツ選定公家は、父が、ボヘミアの対立王に選ばれたために30年戦争に、巻き込まれて、流浪の実となっており、フィリップは、 両親の亡命先である、コラント州のデンハーグで生を受けた。フィリップは、幼少期に、フランスのパリ宮廷に引き取られて教育されたが、後に、長兄カール・ルートビヒの移行によりデンハーグの母の元に連れ戻されている。カール・ルートビヒは、イングランド内戦中、おじのチャールズ一世期下の応統派ではなく議会派を、支持しており、議会に援軍として、 ベネツヤ共和国の軍隊を招兵する、要勧告する際、末程のフィリップを議会への密使として使わしている。1646年6月21日、フィリップはデンハーグの市街地で、母の長身レッピネー公爵を殺害し、オランダにいられなくなって国外に逃れた。母エリザベスはフィリップを決して許さず、一言も口を、聞かず、二度と彼を息子として、 認めようとしなかった。母に感動されたフィリップは、ロレーヌ公国の軍隊に入り、騎兵連隊の連隊場となった。1650年の年末、フロンドの乱に従じのトゥレンヌ元帥に従って、参加していた時に、ルテルの戦いで戦死した。意外はスダンまで運ばれ、サンシャルル教区教会内にある、トゥレンヌの実家ブイオン公爵下の墓所に葬られた。 ありがとうございます。